ラストネームは日本ではキャラダインとして広く知られているが、米国ではキャラディーンに近い発音で呼ばれる。ニューヨーク出身。父親、ウィリアム・リード・キャラダインは AP 通信の特派員、母親、ジュヌビエーブ・ブウィニフレッド・リッチモンドは医師であった。2歳の時に父親はが亡くなり、母親は再婚した。フィラデルフィアの学校で彫刻を学ぶ。また、 ニューヨークのおじ、ピーター・リッチモンドの下で暮らしたり、肖像画を描きながら、各地を旅したこともあった。シェイクスピア劇に魅了され、俳優へと、進路変更。1925年に、初めて舞台に立つ。1930年に、ピーター・リッチモンドの名でデビュー。1933年からは、ジョン・キャラダインと名前を改め、多くの映画作品に出演。 特に、駅馬車、怒りの武道や、リバティバランスを打った男など、ジョン・フォード作品によって、脚光を浴びる。1940年代には、自身のシェイクスピア劇団でツアーを行うなど、舞台でも活躍した。怪奇映画のスターとしても知られる。ユニバーサル映画の正当的なクラシックホラー、フランケンシュタインの館で、ベラルゴシ、ロンチェーニー・ジュニアに次ぐ三代目のドラキュラを演じ、 その後も数本で同役に噴した。晩年まで様々なホラー作品に出演した。生涯で4度結婚している。5人の息子のうち4人は俳優となった。1988年11月27日、イタリア・ミラノで死去した。82歳であった。ありがとうございます。